賢く電気を使う、ためる。 V2H 重宝電機の知って得する4つのポイント。よし、順調順調。ん？どうしたの？いつになくご機嫌だけど。これ見て、電気料金が去年より安くなってるの。どれどれ。お、わかった。充電さんご推薦のあれのおかげだ。あったり。 V2H 重宝電機、安い夜間電力を車に貯めてくれるから電気料金を節約できるのよ。このテレビ、冷蔵庫、エアコン、どれも車で貯めた電気を使っているんだよね。しかも在宅勤務で増えてしまう電気使用量も夜間電力を使っているので安く抑えられているのよ。さすがママ、節約上手。それにね、電気料金の節約だけじゃないのよ。カラダさんの結婚記念日の話したよね。この前の台風の時に停電で散々だった残念エピソード？そう、仮にうちが停電になっても照明はついたままだし、エアコンや IH も使えちゃう。暗くて太郎が泣き出す心配もない。停電で電気が使えなかったら、停電時も普段に近い暮らしができるってすごいよね。まさに V2H 重宝電機様様だね。さてと、そろそろ自分も充電のため寝ます。車は充電した？もちろん、今からやるよ。今のうちに充電しておけば朝にはほぼ満充電だから。そうそう、スピーディーな充電だからほんと助かってるよね。アプリでこうして、はい、充電スタート。ほんと楽だわ。ママ、お隣さんがね、今までと比べて電気が高く売れなくて困ったって。卒フィットのことでしょ。うちも半年後よ。そっか、うちももうすぐか。でもうちは余剰電力を使って自給自足に近づけるの。卒フィット後は電気を売るより自分で使った方がメリットがあるの。先のことまで考えていてすごいね。 V2H 重宝電機とママには頭が上がりません。デンソー、クラフティングザコア。